大阪環状線寺田町駅の高架下に今朝オープンした複合施設。メインテナントとなるのはディスカウント店のドン・キホーテです。ドン・キホーテ店内にやってきました。こちらご覧ください。ドン・キホーテではあまりに見られないお惣菜コーナーがとても充実しています。唐揚げですとか、こちらご覧ください、丼などたくさんの商品が並んでいます。実はこれほとんどが店内で作られた出来たての商品。リーズナブルな価格を実現するため原価率は7割以上、中には9割に上る商品も。利益が少なくても惣菜を充実させた理由は、高架下の店舗、ドン・キホーテの中で小さい店舗の中では、全国で初めて、自家で製造したお惣菜を販売しているようになっております。駅利用の方以外にも、駅周辺に住まわれている住民の方に普段使いしていただきたいという気持ちが強くあって、お惣菜のコーナーを強くしております。開通から60年以上となる大阪環状線、寺田町駅だけでなく各駅で満足度向上のための改造プロジェクトを進めています。高架下に入るテナントには近隣住民のニーズに応えるための店作りが JR 側から求められました。そこでこの店では輸入食品のラインナップも充実させました。外国人の方が多い地域になりますので、自国の食品を懐かしんで買われる方もいらっしゃいますので、店舗の方でも強く力を入れております。スーパーいっぱいあるけども、こんなに種類多くはないから、くるくる毎日来る。移動のためだけでなく、生活に欠かせない駅へ。環状線が変わろうとしています。ご視聴ありがとうございましたけど。